皆さんこんにちは、新垣美沙です。ヤッホー。そして安崎です。ヤッホー。はい、ということで今日はですね、はい、レッツゴーコストコに行きます。テンション高いですね。楽しみ。確かに昨日まで雨降ってて、そう、快晴に恵まれましたからね。そうなの、やっぱり私たちがコストコ行くときはいつもいい天気ですね。いい天気ですね。レッツゴーレッツゴー、いい天気いい天気いい天気。やめて。いい天気ですねじゃないのよ。ということでね、今日はコストコに行きたいと思いますのでそんな Vlog をお届けいたしますので、はい、よかったら最後までご覧ください。はい、スタート。じゃあ冷凍品からいきましょうね。じゃりーん、パン。桜鶏の、ひき肉ですね、2キロ、1798円でございます。これはね、前回も買ったんだけど、すっごくすっごく使い勝手よくて、もうねこの辺までなくなっちゃったからまた買ってきました。ということで、これはねちょっともう溶けてきてるから、これ早く入れなきゃいけないので、これはすぐ冷凍していきたいと思います。はい、お任せください。お願いします。じゃりーん、ブロッコリー1088円。これ変わったんだよ、ほら前さ透明だったのに、それがなくてこれになってたから、変わったのかなパッケージ、うん、これはもう安崎さんが絶対ブロッコリーと鶏肉でサラダを食べるので買ってきました。はい、これも冷凍品でございます。はい、これ初めて買ってみたの。パン、伊藤ハムのチキンスライス698円。これはこのディナーロールとかに入れても美味しいし、サラダとかに入れても美味しいなと思ったので買ってきました。初めて。いいね。いつもハム買うんだけど、今回はチキンにしてみました。次お願いします。続いてですね、私がこれ大好きな、じゃーん、そら豆1キロ、868円ですね。夜はこれと、ほんとビールだけでもいいってぐらい大好きなので買ってきました。次お願いします。これも冷蔵。うん、はい。ちょっと待ってください。あなた、さっきから冷蔵品持って、あ、これもとか言って入れてくれてるじゃないですか。はい、すごく親切に。はい、あなた誰なんですか。こんな親切な人ってこの家の中にいるの。いいって。もうなんかしれっと、はい、オッケー、はい、次ね、はい、これも。どうも、私が帰ってきた冷凍冷蔵シワンです。元気でしたか。元気ですよ。私はいつもここ何回かはね、一人でやってたんでね、やっぱありがたいですね。まさかしれっとやってたからね、誰なんだろう、あんな親切な。次。はい、キッチンペーパーですね。はい、ペーパータオル3978円、こちらですね。いつものね。もうこれはあと2ロールしかなかったんで買ってきました。これほんといいね。いい。ちょっとだけでもすっごい。これは初めてかな、うん、オーガニックのゴールドキウイ、うん、1898円。これはいいですよ。試食があったんだけど、すっごく甘くて、うん、食物繊維もたっぷりだから、毎朝これは食べようと思います。よかった。ちょっと硬いんだよね、まだ。そう、そうなんだよ、ね、なのにすごく甘いってさ。美味しかったね。はい、大好きなタルトの。これを冷やしてね、うん、食べたいと思います。はい、次、いぶりがっこタルタル1158円。これもね、もう全部使い切っちゃってなくなっていたので、またリピートしてきました。これは私たちはよくサーモンだったり鶏肉とかにつけて食べることが多いんですけど、結構ねペロリとなくなっちゃうので、ね、また買ってきましたっていうこと。ちょっとその話していいですか。何そのさ、いぶりがっこタルタルが売ってる横でさ、ビビンパが売ってたじゃん。あ、これ買ったじゃん。そう、結局買ったんですけど、ちょっと見せてください。はい、こちらビビンパの素、はい、4個入りで、うん、1080円です。そう、で、それが売っててね、で、試食があったじゃん、それもポコポコおにぎりサイズでね。そう、で、安崎さんどうって持ってきてくれて食べてさ、すっごい美味しくてさ、美味しいっすって2人でさ、いいねって言ってさ、で、リサちゃんがさ、はーってさ、それじゃなくていぶりがっこの素をさ取って帰ってきたじゃん、うん、あんなに盛り上がって、そっち買うのみたいになってたじゃん。違うの、こっちは今まだ試食タイム中だったから、うん、まあ、買うか買わないか、うん、まだ決めかねてるかなと思って、安武さんがね、うん、
だからその間に私は目に入ったこれ、あ、これは買うよと思って先にこれを取りに行っただけ。いぶりがっこを取った時さ、うん、俺とそのさ、コストコの兄さん、それともえっていう顔してたの。その後すぐこれ取ったんですよ。そっちかいっつって。ああ本当にこれ美味しかった。はい、ポコポコおにぎり大好きだから、それのビビンババージョンも作ってみようかなと思って買ってきました、うん、はい、はい、こちら洗濯用の洗剤ですね。1799円です。これね、ちょっと今1799円って言ったんですけど、今日のなんか お買い得品みたいな感じで、ここからマイナス460円引いてくれていました。1339円になっておりました。はい、はい、続いてこちら私の大好きなカビキラーアルコール食卓、898円です。ほんとこれ良かったの、一回買ってみたんだけど。なので今回もまた買ってきました。ちょっともう終わったのどけてきましょうか。はい、ありがとう。続けちゃってください。どけとく、どけとく、はい、どけとく。え、あなたって誰なんですか。どうも、私がどけとくさんです。ピピードケトクさん。ノー、ここに戻したのか。ドケトクさんという新キャラが今回初出演ということで、ありがたいですね。はい、そして私たちのディナーロールよ、これよこれ。これ36個入りで558円なんだけど、なんかポップが貼ってあって、これ一回り大きくなりましたって書いてあったの。ありがたいね。でいつもちっちゃいから3つぐらい朝食べてたんだけど、2つで済むよこれで。ありがたいね、一回り大きくしてくれてましたよ。ということでこれはドケトク、ドケトク、あなたはドケトクさん、僕はドケトクさん。シルコットウェットティッシュ、こちら私が大好きな大好きな、ここにもあるよ、ポン。もうないのでね、これは買えなきゃダメなものです。いくらですか。1958円です。今回勝ち残ったのはまいたけさん、328円です。これ私大好きな、これがあったのよ、これ超美味しいよこれ。のりくろ 360g 899円なんだけど、柚子胡椒入りでパスタに入れてもいいし、ご飯にのせて食べても美味しいし、トーストでもいいし、野菜にでも OK だよっていう、本当に万能なんですね。これ本当に美味しいの、もう大好き大好き大好きっていう感じでこれゲットしてきました。そして、あ、ドケトクさんのおかげでめちゃくちゃスッキリしてきましたわ。あと2つ、これチョビタンのだよ、ピン。ジョイペットウェットティッシュ 10P 1198円です。こちらはチョビタンの大事な大事な、これはもうすぐなくなっちゃうのでゲットしてきました。チョビタン、ほらこれチョビタンのだよ、嬉しい、美味しそうではない。こちらデイリーフィットマスク550円ですね、うん、もうなくなりそうだったのでゲットしてきました。ということで今回の合計金額は21874円でございました。今回はね、新しいものもゲットできたりとか、絶対に必要なものを買えたので安心っていう感じですね。はい、ということで今回はコストコ購入品を紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたしま す, お願いします。また次の動画でお会いしましょう。はい、新垣梨沙と安武とチョビでした。またねすごいんだけど。終わったの。おまけのちょびたん。皆さん最後までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。今回はコストコに行ってきた、そんな動画をお届けさせていただきました。また皆さんのおすすめとかもあったらぜひ教えてください。いつも見てくれて本当にありがとうございます。